はい、皆さんこんばんは。沖縄サムライ MG でございます、はい、今日はなんと、はい、真夏の心霊特集でございます。ある島に来ているんですけども、はい、ここでなんと、はい、一家暴力事件が起きたというある家に来ております、はい、ここでは異常現象が多々起こるという、うん、謎の悲鳴やら、うん、謎の音やら、うん、そういうのが聞こえる家にですね、私今まで4年以上 YouTube やっておりますが、はい、そういう心霊系一回もやったことないの分かる、うん、なんでかって聞いて。なんで？怖いから。本当ですね。しかもこの島とかは危ないし、うん、うちなんちゅうがやったら余計たたられるっていうのがあるんですよ。ほら DM が多いんですよ。でも何ですか？これを調べてくださいと。あの暴力事件からの後、うん、もうこの家は誰も住んでなくてですね、怖い、調べてみたいと思います、はい、このハーブとリボンを持って、うん、で、一人で行くの怖いでしょ。怖い。だからこう霊媒師イコールすごいこの方がいるんで、うん、YouTuber の方なんですけど、はいはい、どうぞ。ほら、この足音。おお、来たろ。はいはいはい、お久しぶりです。お久しぶりです。霊媒師なんですか？霊媒師っていうか、幽霊とよく喋ったりできるから。なんか注射とかやってないですよ。いやいや、やってないです。やってない。でも全然綺麗な、綺麗な手してます、はい。じゃあ今日はビッグキャッスルミノルさんに、はい、不快な現象が起こるという場所に来てるんですけど、中に何かがあるのか、何もないのかっていうのを検証したいです。はい、見ていきましょう。はい、それではじゃあ行きたいと思います。はい、この家がよ、すごいぞ。そう、本当にあの暴力とかそういうのがもともとあって、で今もうもぬけの殻なんだけど、不快な音がするとかそういうのがただ頻繁に起こってるという。よくね、今日ちょっと寒いですね。見た目か。開いてる小部屋があるじゃないですか。全然見えないけど。おお。キャッスルさん、もう中にまず何か。タブとか何かいたりする可能性もある。ちょっと見てみてきます。かゆい。はい、割と4畳ぐらいのお家ですね。はい、窓が2個あって。大丈夫？大丈夫です。マジで？はい。じゃあちょっとなんか人先に行かして自分は後から行く。こっちはもう住んでないんですよね。ここが、おー、やばい、空気がやばいな。え、この家は母屋があって、はい、この倉庫があって、そのクソ場で、ここって、ここですね、ここ。え、ここで、ある男性が住んでいた。なんか匂いが大事だった。結構住んでる感とかもないね。でもね、もう何年経ってんだろう。だけど住まれてた形跡はありますね。いないですか？いないです。大丈夫ですか？これ何、無造作に撃たれた釘とか大丈夫？これ内装の跡ですかね。下駄で歩いても大丈夫かな。本当にあの、お店の方で人を住んでないんですか？うん、人出たらもう大声出して実はね。そうそうそう。気付けてよ。はい。何の音、何の音これ？虫。蛇の弱いバージョンじゃん。蛇の弱いバージョン。扉とか開いてます。扉ありますよ。草か、草。これが多分さっきの部屋です。でこっち側は多分まだ見てないんです。だけど怖い。さっき話聞いたから鍵がこっちにあるから。開けてみます。おお。開いた。開いた。中入ってもらっていいですか？
なんか怖い、待って。何やってんの。おお。床がもうないんだよ。かわいいよね。ちょ、なんもない、こっちよ。エゴ、出よ。出よ。一回出ましょう。びっくりさせろ。ありますね。いや、これ、この状況で、人住む？おお、どうだ、ちょっと開いてる具合が、デイズムカつく。左側から、左側は何があるんですか。多分トイレとか、お風呂場あたりじゃないですか。懐かしい、この昭和の住んでる感ありますね。昭和、平成のやば、見てください。ゴミ分別出し方とか、平成18年で止まってますね。平成18年だ。はい。水回りとか、キャッセルさん絶対一怖い。え何だね。シロアリ。お邪魔します。失礼します。いるんでしたら返事ください。やばいだろ。あ、もしいるんだ、あ、普通の人間が人間が超かわいい。おじおばなんかね、あるやつ触ったらダメだな、これは。なんか住んでる人は怖いんだけど、まだいたんじゃないかなって。ソファーとかもあるんで。入ります。失礼します。あっちに子供のチェア。なんであんのって、この子供のチェアあるの。これ仏壇。ちょっと開けてみて。怖っ。これ仏壇じゃないよね。なんだこれ。おお。物置か。物置だね。超いい本置かれてますもんね。デジタル血圧計とか結構長生きしたかったんですね。落語心中とかこんな本よく触れるね。怖いけど。これは何ですか。麻雀。麻雀ですね。昔の家にあるクチャという仏壇裏の部屋です。昔はこういう家は一周一周つながっていて、昔の家は、この仏壇の裏にある部屋がクチャと言われるキッチンとかね。クチャ、そう、どうぞ。
みんな気をつけて足元が一番こっち、これ狭っ。すげえ、クローズだったんだけど、大変。あ、いやな、昔からワーワーワーあるの。ケスルさん、ケスルさん、はい、これスピードですね。はい、俺たち時代さ、あの雲の彼方へ、はいはい、私を連れて行ってよ。この辺は大丈夫ですか。この辺は特に大丈夫ですね。さっきの場所に比べたら。なんていいお父さんだったと思うんですよ。いいお父さん、はい、あ、男性なんですか。男性ですね。大丈夫っすね。うん、あ、やばい、これ日の感じですか。リアル日の感じと消せるさん、ちょっと喋ってもらっていいですか。愛にちょんばーなんだ。アラン、アイニチョーバーアランド、うん、ヤサ成仏しで、ヤサ、うん、ごめん、じゃあふざけない方がいいと思いますよ、うん、謝る。ケスルさん、あれ、おそこ昔の親子ラジオです。親子ラジオだ。え、親子ラジオ。そう、昔はテレビもない時代、こう放送とかね、これ各家庭の出てこないよ、手とか出てきた。どうしようか、開かない、開かないんだ、開くんだこれ。あ、ちょっと開け、開きそうなりだ、うん、壊しましたね。壊しない、はい、さい、うい。幽霊を沖縄一怖くない男、キャッスルミノル、わかる？デブがいたでしょ、キャッスルさんね、うん、で俺は幽霊怖いから、うん、幽霊屋敷なんてとってもじゃないけどいけないんだけど、うん、俺のもう空き家になった親父の実家があるんで、うん、そこを幽霊屋敷の店員にしてキャッスルを呼び込んで、うん、ちょっとある事件が起こったっていう店員にして、あいつを中に入っていってビビるのかビビらないのか、うんうん、でそこをキャッスルが診断してみるっていう、あ、はいはい、本当に悪いことが起きたのかっていうのを実際見せてみようよ。お、うん、でここには何か言いますねとか言ったら嘘になるから、うんうん、ね、うん、違うな、キャッスルさん、はい、この辺からなんか聞こえないですか、死者の霊で喋ってもいいですか。この家の主は何を伝えたかったのかっていうのを聞き取ってもらっていいですか。長生き、長生き。じゃあ長生きしたかったみたいな感じで、まあ、じゃあもうやっぱり手相言ってますね。ちょっとキャッスルさん、はい、最後に水回りのあっちゴロバ、はい、うん、あれ、雲がでかい雲がいる。おお、すげえ。こっちからは怖い。こっちトイレかな。昔のお風呂がこんななってんだ。すげえすげえ。ちょっと一回湯船に使ってみてください。
しょ。ますね。ないけど別に何も別に感じることはなかった感じることはなかったけど、はい、いい家庭は作ってたんじゃないかなと思う。もうすごいすごいすごい。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや怖かったけど。怖かったですね。もうなんかこの近隣の人たちが安心したと思いますよ。うん、杉田氏と悪い人ではないと思います。じゃあちょっと動画閉めてもらってください。はい、チャンネル登録高評価、海外の皆様もすべて概要欄に貼ってますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあ、はい、じゃあちょっともうちょっと様子見てもらっていいですか。はい、もうちょっと一回いとくので、はい、謝ります。はい、行きましょう。はい、お疲れ様でした。いや、あのキャッスルすごいな。すごい。いい家庭って言ってたよ。ここはいい家庭が起きてましたとか言ってたね。うんうん、すごい。今度はよ、もう本物の幽霊屋敷連れて行ってみよう。やば。はい。すごい、さすが当たってますよ。よかったね。怖がるかなと思ったら全然怖くないって言うんですよ。うん、本当だった。さすがっすね。本当だった。じゃあ次回は本当の幽霊屋敷にキャッスルミノルが行くっていうのを見せますんで、うんうん、ぜひ皆さん次回ご視聴ください。はい、意識は怖っ。